ドラグニティ全然死んでないリュウです。さあ本日なんですが、規制がかかったテーマ、救済していくシリーズなんですけども、救済する必要ねえぐらい強かったわ。ドラグニティです。規制がドラグニティ、ドラグニティはね、リミット2に、ドラグニティセナートっていうのが入っちゃうんで、これ初動カードだったんですよ一応。なんで、どうなるかなと思って組んでみたんですけど、なんとね、制限解除になるカードがありまして、これね、ドラグニティの真相っていうね、これリミット2のカードなんですけども、これが解除になるんで、ドラグニティこれ回してみたんですよ、新制限のルームで。今これリミット2になってるけど、これがリミット2になって、これがリミット、何もかからなくなるみたいな感じなんですよね。なんでこれ一応12月の15日からは、全くその、なんだろうな、規制かかってない、規制かかってないじゃないや、ちゃんとしたリミットの準拠したデッキになるんですけども、めちゃくちゃ強いわ。関係ねえわリミット、ドラグニティ多分全然関係ない。でもイカセンはワンキル能力がいまだに高いし、真相復活したからすげえ強いわ、すげえ強い、やっぱこのカードが強いから。で、どうやって回していくかっていうと、もういつも通りなんですよね。セナート引けたればセナートでいいし、引けてなかった場合もこれ真相サメあるんで、適当に超中なこの辺になんか装備してなんか出してくればいいっていうだけなんですよ。だからね、ドゥクスの時に、これが生きてくるかなみたいな感じですね。だからドゥクス3、ドゥクス3です。ドゥクス3にして真相3っていう。で、一応調和の宝札、これ時効要因なんで1枚にして、ファランクス入れました。で、チューナー4枚に対して調和の宝札1枚で、ドゥクス引いてくるみたいなのも一応準初動みたいな感じですね。で、局所的ハリケーンっていう最強カードが入れられなくて、挨拶ができなくなっちゃったんですよ、このデッキ。挨拶できねえやつはクズだって言いましたよね。はい。なんですけども、準挨拶が3枚入ってるっていうのと、これ、結局ね、インガー・セザンとか、ドキュー部隊とか、いろいろあるんですけども、ああいうカードは、清掃1枚で止められるんで、しかも、これ、相手のね、妨害もできますから、だから結構強いっす。なんだかんだ、これあればね、なんとかなんだよな。新制限ルームやってみましたけど、もう全然強いよ。全然強い。ドラゴニティね、弱体化してねえ。はい。はっきり言って。ちょっと皆さんもね、ぜひね、新制限になったら回してみていただければなと思いますので、早速ですね、規制後ドラグニティのスーパーワンキル、外役脳神ムーブ見せていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、海馬社長、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。ハンドは最強だし、あとコインも強かった。ハンドは最強だけど、サンクセはキモいだろ。サンクセ、そうでもねえな。そうでもねえわ。で、コズミックサイクロンで、ちょっとわかんねえけど、ど真ん中抜いとくか。これは何すか？コズミックサイクロンね。なるほど。ドラグニティはね、コズミックサイクロンさえ刺さるっていうね、噂ですから。因果切断！オッケー。因果切断で因果切断捨てる。清掃無効だ。清掃で無効。うい。うーい。で、ドラグニティの真相を装備。そしてドラゴニティの真相の効果を発動していく。さあしっかりとクーゼを特色、あれワンキルは取られないギリセーフみたいな思ってるだろ。アメンだよ俺が。ってことより最強モンスタードラゴニティアームズミステルを特殊召喚、そしてミステルの効果発動、ドラゴニティクーゼを装備、装備解除特殊召喚。おいあれこれどっちだった？6で4で8でいいのか。これと、間違えた、アスカロンでいいだ。アスカロンでいいや。クーゼ残しときたいんで、クーゼじゃねえや。真相付きのドラグニティク、ドクス残しときたいんで、こうしときましょう。で、アスカロンで、はい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 、サンクセ貫通最強ドラグニティ全く死んでない。さあ、お相手の方、つくもリュウマ&アストラリュウですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いや、そろそろね、エクシーズモンスターをね、強いモンスターがバンバン実装されてくると思うんで、ちょっと楽しみになっていきましょう。いやー、これキモいな、キモいな、それサンクセキモいな。とりあえず脳死クーゼ、脳死クーゼ召喚。さあ、どうする。さあ、クーゼに真相装備しちゃうぞ。デモンズチェーン、いいよ別に、全く問題ない。新制限がどういうことかっていうのを分からせるドラグニティの真相で、クーゼの効果によってクーゼ捨ててクーゼを装備していく。はい、強すぎ。
はい、強すぎ。で、クーゼ特殊はどうすか。クーゼ特殊どうすか。さあ、コズミックサイクロンとかはまあ入んないと思うけど、新制限入っていたとしてもなんとね貫通できるっていうこの反動、真相効果。あ、ちょ、1回早かったか、清掃打ちたかったから、ちょ1回早かったけど、まあいいや。こうしてで装備解除する前にミステル特殊感、これちょっと早かったですね。まあいいや。でペッてやってペッてやってでペッペッて装備して、はい、さあもう一番ですか、加藤かなんかですか。まあ、ちょっと今これで清掃でケアできてなかったんで、ちょっとこれで、はい、はい、お疲れ様です。全く死んでねえよこのデッキ。全然強いですねドラゴニティって。なんかなんなら強かったんじゃね、他のデッキ良かったからさ、多分なんか罠ガンステのチラヌイとかあんまいなくなると思うんですよね、多分。なんで多分ね、結構普通強いっす、普通強いと思う。で空勢特集、はい、あとはちょっと先行取っちゃった場合、こういう場合はね、もうほんとアスカロンでお祈りするしかないんだけども。で、こうして、はい、3200守備。攻撃表示にね、甚大なリスクが、あるデッキもね、あれっす。結構、出てくるとは思うんですよ。月光っす。月光。攻撃表示でモンスターを出すことに甚大なリスクを誇っている、デッキあるんですけど、あれも多分、結構そこそこね、これクーゼでいいか。そこそこの多分また環境に復権してくると思うんで、なんで多分ですけど、守備表示の方が安定するようになるんじゃないかなと。まあ逆算によりますけどね、クロノスデメッジで月光使ってくる人いないけど、まあ、とりあえず守備表示安定かなっていうところはある。さあクロノスデメディッチ選手が、あ、ウィッチクラフトか、 OK、 ウィッチクラフト、まあ、ウィッチクラフトはね、言うてね、そのアスカロンの効果を2回使えばいいんで、そんなにね痛くないですね。先行で出しちゃうともう結構やばいことが起きる。ウィッチクラフトはなんかなんなら先行の方が強い。ドラゴニティはアップレーカード入ってんな、めちゃめちゃアップレーカード入ってんな。ちょっととりあえずですね、ドラゴニティナイトアスカロンの効果によってそれ除外したいから、どっか変身しろ、どっか行け。オッケー、シュミット、オッケー。でシュミッタで捨てて、シュミッタ捨てて特殊召喚、はいどうぞ。で、もう一回効果使うんで止めてください、止めてください。向こうにしてください、お願いします。ベール、はい、向こうになりました、ありがとうございます。デックス、デックス、ドラグニティ、デックス。うっざ、デックスの言い方うっざ。で、バルーチャ特殊召喚です、バルーチャ効果です。お相手の方、海馬社長をよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。進化した最強ドラゴン、相手にとって不足はね、まあ青眼はそんなに苦手じゃねえかな。まあコズミックサイクロンと清掃あるんで、まあなんとかなるかなっていう感じですね、大体。まあ先行で真相つけちゃうともう結構強めみたいなとこあるけど、はいはいはい、トラップカードがね、一番ね、因果切断が一番辛いんですよね、アスカロンって。だからアスカロンを着地させて、で、真相装備しとくことによって、クーゼも装備しとくか、以上で、クーゼ装備してこれやっといたら、まあほぼ死なんと思う、多分。青眼は3200超えらんないし、で一応ね、オルタナ出してきたら、オルタナ、バルチャが出てくるっていう感じなんで、まあそんなに、まあ、苦手じゃないかなと思いますけど。さあ何伏せあるかみたいなとこある。さあ破壊剣士優、破壊剣士優子は破壊剣士優子やばい。ちょっと待ってよ、ちょ待ってよ、それはダメだよ、もうちょっと勘弁してや、ちょ、いや、やめてやめてやめて、もう、だってそれ DNA だろ、それふざけんなよ、ふざけんなよ、ふざけんなよ、このデッキキモすぎ。